はい、どうも、ライスゲームズのライスです。ではね、ユツミはデューをね、倒していきたいかなと思います。でね、ちょっと、その前に、モンスターの、こいつね、こいつの、弱点は、やっぱ頭なんだね。頭が弱点なのと、次が前足。あとはまあまあまあ、普通ぐらいか。あー、で、雷も 15% で食らってたんだ。てか、こいつ全部、全身弱点ないな。全身弱点とかあるんだ。なんだっけ、なんかセカンド G のドスファンゴっていうなんかイノシシのクソでかいやつ、あいつ全身が弱点だから、どこ攻撃してもなんかもうすごい血すびがブクシュコってなるんだよ。マジでね、あいつ狩るの超楽しかったわ。ということで、こいつ四つ身はデュー、四つ身はデュー、こいつに倒したいなと思います。四つ身はデュー、こいつ、あ、間違えた。ホムラのカモがありますよ。ユツミはデュー。どのクエストに挑まれますか？間違ってない。行ってらっしゃいませ。これね。よし。ユツミはデュー。2個ね。間違えたなったでしょ。こいつ、まあ、実は会ったことはね、何回かあるんだけどね。あ、ティグレックスおるじゃん。今思ったけど、書いてたじゃん、絵に。ティガレックス倒してとか、モンスターこれ何体いるんだろう。おいでおいで。30体ぐらいいるんかな。水の中。あ、おったおった。こんな見た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 。気持ち悪い。気持ち悪い。あ、こいつワニ。あー、ワニとゴリ、いや、ワニはあんたな。あ、ワニとカバを足しんで割ったやつね。で、背中に、うわ、こいつなんか、オーダイルが、スケモンのオーダイルが、なんかすんげえ太ってき、めっちゃ、ブサイクになったやつやん。うーわー、四つ身はデュー。よし、行くぞ。うわー、もう完全に、もう太りすぎだろ、完全に。これ食べて、どこにある？あそこね、オッケー。あ、ウサギもおるじゃん。ウサギは無視するけど。さあ、走れ、ギル。行くぞー。超特急で。うわ、ポポ肉とか、取りたいけどね。なんとなくで。モスがおらんのがちょっとな、豚がね、おらんのがね、俺ね、体験、セカンド G の時に、体験で、モスがおったら、とりあえず、モスを倒して、巨大な敵と戦うっていうのはね、すんごい良かったのになぁ。モスおらんもんなぁ。よーし。これも取って、おった。うわ、わかりやす。カメなのか、カバなのか、ワニなのか。どんな攻撃してくるんだろう。こいつ初めて戦うわ。さっきのやつも初めて。よっしゃい、振り向きざまのね。こいつ顔面弱点はもう分かりやすい。あ、これ戦いやすいかも。あ、これでもさ、これあれいけるじゃん、とっておき空中大回転。やばい。でもここで遅いて全然いけるわ。あ、やばい、危ねえ、やばいやばいやばい。そんなにくらわ、噛みつき攻撃弱、噛みつく弱、噛み砕くじゃなくて噛みつくやん、ポケモンで。うるぅ、全然当たらない。うわ、危ない。これ使った方が多分いいんだろう。おいしょー、顔面。気持ち悪いわこいつ。こいつ、あ、デブがさ、ひるんだらこんな感じなのやろな。めっちゃ失礼なこと言う。あ、こいつハンマー弱点だな。てかハンマーめっちゃ食らうなこいつ。よいしょー、500回した、来るんだだけ。危ない。こいつ弱いわ。こいつめちゃくちゃ弱いわ。やばい。
違う、全然食らわねえ。フルフルめちゃくちゃ声高かったね。うわーまあうれー、ね、やめてやめて、逃げる逃げる逃げる。あ、なんか食った、なんか食った、なんか水めっちゃ食った。水ルフィになったよ。あ、やばい、なんか特大攻撃、あの水鉄砲、普通に水鉄砲や。あ、四股踏んでるやん。四股踏んだ時の攻撃力パナ、めちゃくちゃ食らったんだけど。あ、やばい、なんかやばい、うわ危ね、これやばいな、四股踏みやべえ。これ回復飲んだ後一回転んだ方がいい。あ、でこれ振り向きざまね、全然間に合わない。逃げた、移動しましたね。よし、じゃあ砥石や、絶対にやり遂げます。もうちょっと攻撃してから回復と砥石やりたかったな。あ、今回でも魚がそこら辺にいないな。フルフルの時いる、フルフルの時はめちゃくちゃいたもん。これがいいんだよ、あざっす。何か強くなったか分からんけど、あざっす。もうあの左上のライズっていうところの右側もなんかすんげえ光っと、強くなりましたよ、オーラ半端ねえんだけど。そしてこれからのこれ×をしてジャンプ、さらにすぐこれ、うるぅ、危ない、なんか危ない。うわあ、いつ走ってたのか。走るのはなしよ、その体で。俺もね、よくあの先生でめっちゃ太っとうけど、昔なんかめっちゃスポーツやってたからデブだけど足速いっていうやつ。まあ、先生って大体足速いけど。うわー、びっくりした、こんな先生が足速いのみたいなのあったの。よいしょー、オッケー、エムパーツ、えー、お前攻撃が遅い。よいしょー、よいしょー。これさ、背中の V 波かとかあるんかな。よいしょー、よいしょー、よいしょー、よいしょー。お、来た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 、何の意味もないけど。これ強攻撃は、ああ、こんな感じだよね。オッケー、本当に強攻撃みたいな感じだ。弱攻撃は、それでも遅い、遅い。で突撃と、その調子だ、その調子だ。オッケー、そして顔面ね。よいしょー、ドーン、はい、50ダメージ。やばい、よし、関係ないね、 V 破壊、ドーン、よーし、はい、止めてやる。いいね、でもこいつ顔そんなに動いてないけど、全然動きの幅が狭い。顔面狙いす、最高。でもなんか最後の一発全然当たってない気がする。よいしょー、これなんかするのか、何にもしないのか。はい、画面ドーン、いいね。これゴリ押しでいけてどすこいと思ったけど、そんなことなかった。痛い、めっちゃ痛い。ただ応急薬、よし、オッケー。あ、やばいやばい、ほっとねー。やっぱ魚泳いでるのあれ回復したいな。はい、これ顔面をドーン、全然振り向いてくれなくて。あ、あー、やめて、危ない危ない、どすこい、うまい、今のはうまい。でも回復せ、いや、ね、いや、うん、危ない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 よ。あ、これ回復途中に転がったら回復量が減るんだ、覚えたぞ。あ、またこれも、この状態に四股踏みやるよ。
ドーン。デブの攻撃、ただの踏んづけ。うわ、びっくりした。何それ。スタミナがない、スタミナがないでござる。これからの顔面アタック、さらに この近くで、ああ、あ、顔面こっちゃ、あ、もったいない、顔面が、あ、めっちゃ引きずってる。これは無理、追いかけんのは。あと少しで枯れる。よし、じゃあここら辺のを取って、一応砥石やって、で、魚、お、魚、おる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 。あ、いいコース、いいコース。よーし、いいコース。めちゃくちゃ逃げてるやん。俺が遊んでる間に。よーし、いけ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 。また寝てるな。顔面ぶっ潰してやるわ。あ、そんな顔出してる？いいね。いいっすね。顔めっちゃ出してるやん。あ、これ1位で死ぬんじゃない？よいしょー、126。3倍とかじゃないんだよ。いけ、ギル。これゴリ押しで。なに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 、うわー、食われた。絶対死んだ。普通の人間なら死んだ。危ない、うまい。私のとっておき、とっておきでね。いやー、とっておき中に、それ避けづらいわ。顔面、うわー、しょーい、決まった、決まった。無理やり、無理やり、めっちゃ無理やり。めっちゃ邪魔なやつがあるけど、なんかギルギルどうにかしないといけないんだ。こいつハンマーでぶち殺したいの。暗い、全然暗くないし。よいしょー、死んだ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 やろ、確実に。ガブラス、ガブラス、ガブラス、ガブリアス、ポケモンじゃん。で、名前とか被っちゃうよ、どうあがいても。ポケモン何匹おると思ったんや。はーい、今回余裕だったな。こいつ可愛かったな、普通に。可愛い可愛い。全然可愛いわ、この弱さ。楽しかったわ、こいつ楽しかったわ。いやー、弱いと楽しいね。もうちょっと攻撃が高かったら、フルフルぐらいやったら、ちょっとやばかった。一発一発がフルフルで、まあ、あの、四股を食らったら、完全に一撃死みたいな。ほら、これ完全にいいやん。これサムネにしようかな。サムネだろ、これ。完全に決まってるやん。よし、ということで、今回は、ここまでかな。で、次回は、緊急クエストが入ってるので、まあ、これをね、やろうかなと思います。百尾、夜行、来たる。これね。ご自愛くださいね。これはどうなんだ？アイテムしっかり準備しとった方がいいんかな。まあ、しとってもいいよね、完璧に。まあ、次回は、緊急クエストなんで、まあ、ちょっとだけ、装備はそのまま。うん。アイテムをちょっとしっかりしようかなと思っております。まあ、どんな感じの敵なのかよくわかんないから、まあ、回復薬があったら大丈夫でしょう。